2020年12月4日金曜日です皆様いかがお過ごしでしょうかさて本日もやっていきたいと思います東京都が毎日発表している PCR 陽性者確認数ですでえー、とこっと早速ですがこちらのグラフなんですがえっ、ー、とで 本日はまだ、あのー、本日分は発表されてないので、昨日までの数字、12月3日までの数字となっております。で、これは4月3日から12月3日ということですね。はい。で、赤のすね、この折れ線グラフのようになってるのが7日移動平均となっております。7日移動平均で見ていただいてどうでしょうか。 1>, うーん1週間単位でもやっぱり右肩上がりになってますね、陽性者数が増えております。まあ、ところどころ500人を大きく超えてるところがありますね、はいうんまあ、こんな感じですね、確かに増えてきてしまってますね、はい、見ていただけばもう,うん、で、検査人数はどのようになってるかというと、こちらのグラフになっております。 どうですか検査人数もね実はね1週間単位で見るとこのオレンジ色の線なんですが1週間平均で見るとやっぱ右肩上がり検査数も増えてるんですねはい PCR の検査人数も一応増えてはいるんですねだからまあ検査人数に合わせて感染者数が感染者の確認数が増えてるという言い方もできるんですがえー、やはり問題なのは 陽性率ですよね、PCR の陽性率。はい、こちらのグラフが、えー、と陽性率になっております。どうでしょうかこれはね、8月の8日あたりから取らせてもらってるデータなんですが、うーん、一周、このね、赤い線がですね、7日移動平均となっております。どうでしょうかね、やはり。 あのー、低いところはね、あのー、陽性率5%をね、割り込んでいたんですけど、でもね、もうここに来ても1割、10%をね、上回るろがところどころ出てきてしまってますね、はい、陽性率、右肩上がり、こちらもなってますね、なので、やはり感染者がね、やっぱ純粋に増えているんじゃないかなといった形ですね。陽性率1割超え 1> 1割超えてきてきしまうとやはり危険ですよね、はいまあ、何か原因があるんでしょうね、まあ、その原因が何かっていうのはまああえて言わなくても分かるとは思うんですけどうんまあ結果的に言いますとあまり良くない状況,状況ということですねただなんかもうアメリカの製薬会社でしたっけあそこ。 えとモデルナとかあとイギリスでしたっけうんなんかありましたよねファイザーとか <laughs>、うん、アステラゼネカとかなんかうんなんかワクチンの開発に成功して早ければ今月中から順次供給していくということらしいんですけどまあどうなんですかねこのワクチンが普及して本当に どの程度感染を抑えられるものなのか正直言って私はまだ未知数なので分からないですねはいまあ日本にねそのワクチンが届くのはまだだいぶ先になると思うんですけど まあアメリカやイギリスで試していただいてでその効力を見てからってことでしょうね日本では、うんまあ、私もあまり急ぐ必要はないと思いますよ。はい、なんか、うん、ワクチンっていうかああいう薬はね本来臨床試験を何回も重ねてね、うん、で安全性を確認していくっていうのが本来の筋のものですからね今まではね。まあ、結果 イギリスやアメリカで大規模な臨床実験をやるといったような感じなのかなこれ実際に使用して大きな実験だと思いますよ社会的なねうんでは今日はこの辺で「さよならさよならさよなら」。